大変申し訳ございませんでした。おい、またテンション遅れてんじゃねえかよ。申し訳ございませんでした。いつになったら電車走んだよ。申し訳ございません。早くしてくれよ、こっちも急いでんだよ。大変申し訳ございません。謝ってばっかいないで説明しろよ、この状況みんな困ってんだよ。眠いので。は？どういうことだよ。いや、鉄道員はいつも眠いんです。は？ふざけてんのかお前。いえ、本気です。鉄道員の睡眠時間はただでさえ3-4時間、それなのに最近は事故も続き、まともに睡眠をとっていないものも。だからなんだって言うんだよ。なので本日は寝るんです。そんなことが許されると思ってんのか。いえ、覚悟の上です。一日中鉄道を止めるということは経済的にも大きな影響があることは分かっています。それでも眠いんです。お前じゃ話になんねえ、上の方呼んでこい。いや、寝てるに決まってるじゃないですか。決まってはないだろ。たく、使えねえやつだな。申し訳ありませんが、今日この駅には僕しかいませんよ。どうなってんだよ。じゃあ聞くけどよ、お前は寝なくていいのかよ。あんたみたいな人がいるから寝れないんでしょう。正直僕なんて上の人よりいつも働いてますよ。でもこんな時だって僕みたいな平社員は働かされているんです。もう帰ってください。俺だってそうだよ、俺だってそうだよ。今日だって俺だけ出勤日だよ。他の上の奴らは旅行行ってるよ。いつもいつもそうだよ。何かあったら俺に電話してきてよ。お前今日暇だろ、書類の整理しといてくれって。俺だって俺のやりたいことがあるんだよ。もちろん上の奴らみたいに俺は家族だっていねえよ、恋人だっていねえよ。でもこんな俺にだってやりたいことがあるんだよ。共感できます。なんだかおかげですっきりしたよ。なんかバカみてえだな俺。今日はもう上のやつの言うことなんてほっといてよ。よかったら一緒に一杯どうだい。あ、いえ、それなら寝ます。寝るのね。